おはようございます。2014年4月25日金曜日、6時5分になりました。おはようございます。4月25日になりました。もう明日から早い人はゴールデンウィークのお休みに入るのかなってな感じですけれども、今年はね、国内であっちこっち行く人が多いんじゃないかなと。長期の連休になかなかねしにくい感じになっちゃってるんで。さて、今日は IT メディアニュースからちょっと大きな話が、これヤフオフにブックオフで買い取り、ヤフオクで販売、ヤフーブックオフ提携の狙いということで、いやーちょっとびっくりですね。ブックオフとヤフオクが提携するとはって感じなんですけれども、これはブックオフ、要は古本の売買ですよね。それで、ヤフオクにもこうね、いっぱいこう本を出品してる人とか、私なんかも実際、いろいろ売ったり買ったりしましたけども、ただとはいえね、やっぱりね、ヤフオクで売ったり買ったりするのね、邪魔くさい邪魔くさいんですよ。でブックオフ行った方がお手軽っちゃお手軽ですよね。その店頭に置いてあるし、現物見て、でパラパラっと見て、でちょっと面白そうって思って買ったりとか、できるんで、その分お手軽ではあります。ただ一方、そのヤフオクの場合はね、本当にそのなかなか手に入らないような本だとか、いろんなものがこうね、販売してたりとか、場合によってはこうそのある著者のそのシリーズ本とかを全部揃えて売ってたりとか、あるいはその何冊とかセットにしてね、ビジネス書関係でセットで売ってたりとかっていう、いろいろあったりとか、処分するにもブックオフが近くなければね、やっぱりそのヤフオクなんかも結構便利だったりしますけども、今回の場合これでね、提携することで、お互いにその店舗を持ってないヤフオクと、それからそういうもっとその、いろんなところからこうね、商品を集めたいブックオフ等で、両方が提携してこうお互いに、やっていくことで、もっとリユースを増やそうと。要は本をね、この記事によると 60% ぐらいしかまだリユースされてないらしくて、そのまま本が廃棄されてるというか、そんな状態になってる。それはあまりにももったいないでしょうということで、お互いに提携することで、もっとその古本があっちこっちにぐるぐる回るような仕組みを作ろうというようなことなんですね。で、ちょっとふと思ったのは、こうなってくると、いわゆる背取りって言われるビジネスをやってる人たち、要はね、ブックオフで安くで買ってきて、でもって、ヤフオクで高値で販売するという、その利ざや稼ぎをしている背取りっていうのがあるんですけども、それをやってる人たちは、このブックオフとヤフオクが提携されちゃうとですね、その背取りっていうのがあんまり意味がなくなってくるというか、どっちもその、お互いに値段がこう非常にお互いに見やすくなってしまうとですね、なんとなくその辺のやり方がどうなんだろうという感じですね。なぜその差が出るかというと、ブックオフは誰でも値付けができるようにして、ルールをすごく単純化してるんですね。でそうすることによって何が起きてるかというと、本当はもっと価値のある本であっても非常にこう安く売ってたりするわけですよ。でそうすると、その安く売られてる本を買ってきて、でそれを価値の分かる人たちに、ヤフオクで販売するとい
いうことができるので、その利ざや稼ぎっていうのができるわけですね。だからまあブックオフとか行くとね、たまにその携帯とかスマホとかでこう値段調べながら何十冊って買っていく人たちがいるんですけど、まあそういう人たちは背取りをしている人たちが多いですよね。その値段を見ながらヤフオクとかでこう売られてる値段を見ながらですね、で、100円とか200円とかで売ってるやつを、500円とか1000円とかで売れればね、その手間暇考えてもかなりこう儲けが大きいわけなんですけど、ただまあこれを2つが提携してくるってなると、その辺の値段差でこう儲けてる人たちがだんだんこう苦しくなってくると、お互いにこうね情報が行き来するようになってくるってなると、ちょっとこうやりにくいなっていうことになっちゃうんじゃないかなという気がしますけど、まあこういうね、いろんなところがこう情報が行き来するというか、お互いにこう提携して情報のやり取りができるようになってくると、その提携してないことでビジネス成り立ってたビジネスというかがですね、それが立ち行かなくなると。でだからこういろんなね企業がこう乱立してて、いろんなところがこう販売してたりとかすると、その価格差というのがあるがゆえに、そこでこうね、新たなビジネスが生まれたりするんですけれども、その辺がどんどん提携してったり、あるいは数社がもうほとんど独占するような状態、というかもうほとんどそれで競争が起きないような状況になってくるとですね、そうするとその間の値段の差によって生み出されるビジネスっていうのがどんどん消えていくということにはなるんですよね。だからこの辺りがどういうふうに今後動いていくのかで、まあこれもまたこんな中古本がものすごいこうね、動くっていうのも、一つは本の定価販売っていうルールがあるがゆえにこんなことができるんであって、もしそっちのルールがね変わってしまったら、書店自体がどんどん安売りするようになると、新しい本であっても安売りしたり、版が古くなるといきなり3割引き4割引きとかってなってくる。海外なんか行くとそうなんですよね。辞書とか新しい版が出ると、古い版のやつはいきなりもう半額とかで売ってたりしますから、だからそういうようなことが、そっちのルールが変わるとですね、このブックオフとヤフオクの提携自体ももう無意味になってくる可能性があるんですよ。まあ無意味とは言わないけども、ビジネスとして大きく成り立つのかっていうと微妙なところに入っていく可能性がありますよね。まあそういうなんていうんですかね、いろんなことが変化することで、そのいろんなビジネスが消えていったり、また新たなビジネスが立ち上がったりっていうことが起きるので、多分ねこれからそのいろんな今ビジネスの垣根とかそんなんがどんどんこう切り替わっていってるんで、そのあたりでこうねビジネスの形がこう変わっていく、またそこにこうね新たなチャンスが生まれてくるところでもあるので、そういうことを機敏にこう感じ取れるかどうか、そのあたりが本当このね、オリンピックまでの間にいろんなものが激変するので、特に TPP とかでも変わってきますし、で海外からねいっぱいサービス、いわゆる三次産業というかサービス業がねものすごい勢いで今日本に入ってきますから、これからだからそこら辺をちょっとねこうよく見ておかないと、今までと同じようなビジネスをやってるとあっという間にあれっていうようなことになりかねないなというような気がします。まあヤフーとブックオフとの提携、これによって中古本の流通市場っていうのがまたね大きく変化するので、まあ背取りとかやってる人たちはちょっとわたわたし始めざわざわしてるんじゃないかなという気がします。さて、そんなところでもう6時14分になりました。今日は金曜日ですね。明日から月曜日休みにして4連休にしてる方もいるかと思いますけれども、まあ何でしょう、天気もちょっとね良くなってきてというか、昼間暑いぐらいになってきてますけど、まあただ朝晩はね結構
気温が冷えたり、また寒くなったりもするみたいなんで、この寒暖の差が激しすぎるので、そこら辺は体調管理気をつけていきましょう。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。